このうち福岡市中央区草ヶ谷では今朝横断歩道に警察官が立ち登校する児童に声をかけました。また通学路ではスピード違反の取り締まりも行われ中央警察署によりますと3人がスピード違反で検挙されたということです。車のドライバーさんはスピードの出し過ぎには十分注意をしていただきたいと思います。あと横断歩道に歩行者がいる場合待っている場合は確実に止まっていただきたいと思います。今日は秋の交通安全運動の最終日で全国一斉街頭指導の日となっていて登下校の時間に合わせて指導取り締まりが全国一斉に行われています。福岡県ではおよそ100カ所の通学路に合わせて390人の警察官とおよそ200台の車両が出て街頭指導に当たりました。